はい、こんにちは、こんにちは。こんにちは。みんな時間ちゃんと守ってますね。素晴らしいですね。みんな早いですね。嬉しい、嬉しい。はい。はい、木下さん、こんにちは。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 はい。みんなとても早いです。インドネシアはジャムカレットと言われますが、とても早いですね。ありがとうございます。ですよね。有名ですよね。木下さん、ジャムカレットというのはね。そうですね。はい。はい、伸びたり縮んだりって、そんな今若い人はそうじゃないですね。浜地さんもこんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。はい、今日はちょっと読んでいきますね。海さん、それからヒルダさん、アウディさん、それからシティさん、そしてアルフィアス、ピピンさん、それからリノさんですね。はい、そしてジェニファーさんが入ってきましたね。はい、もうどんどん始めてしまいましょうね。もう待ってると大変。これリノさんはこれは加藤弘明さんと一緒の写真ですね。加藤弘明さんですよね。そうですね。そうですね。でもあれは写真でしたね。はい、リノさん車の中ですか。あ、はい、そうです。武漢に言ってるか。出て。はい、OK。ストップやんいことさじゃですね。はい、はい、それでは皆さん、2時になりました。今日もジャカルタコミュニケーションクラブのディスカッションテーブルにお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、皆さん、今日本は夏休み、でも今年はコロナ、COVID で、夏休みがみんなバラバラです。普通、日本の夏休みは、何月からかしてますか？皆さん。日本の夏休みは大体何月何日頃からしてる人。ピピンさん、たぶん。わかりますか？どう？はい、どうぞ。どうですか？ピピンさん。あ、ピピンさん。ピピンさん、どうぞ。皆さん、こんにちは。ピピンと申します。はい。はい。日本の夏休みといえば、8月の1ヶ月、そうですね、そうですね、大体合ってますね。普通はスタンダードはですね、浜地さんに聞きましょうか。せっかくですので日本人に聞きましょう。浜地さん、もう年なんだ。日本、日本の、小中高校のスタンダードな夏休みは。何月何日から何日ぐらいまでですか。早すだらまやじゃで、わかる髪くちる、小さい頃、はい、サマーくちる、はい、ジュリドアプル、タンガルドアプル、ジュリ、はい、サピ、うん、アヒル、アグストゥス、そうですね。そうですね、皆さん。だいたい日本、はい。アヒルアヒルイにルビーパンジャン。ルビーパンジャン。最近海の日ができて。ああ、海の日ね。20日より早いですよね。あ、なるほど。ちょっと詳しくわかんない。年寄りだからもうわかんない。子供がいない。木下さん、お嬢さんがいらっしゃいましたよね、確か。孫ですけど。あ、お孫さん、はい。何月何日から何月何日まで。今年は、今年。タウンイニには、アネスカリタピ、ビアサには、いや、タンガルドアプルジュリー参拝、アヒール、アガストゥス、タピ、アダ、ハリリブール、うんトゥク、ブルリブールディパンタイ。イト、タウンドミッタウン、スズキとベダース、スギター、はい、タンガールドアップル、ジャディ、カダンカダン、タンガール、スミランブラス、カロブギット、ね、スズキとルビラ、ラマ。はい。ジャディ、子供は嬉しいですね。子供さんたちは嬉しいですね。休みがなかったね。はい。そう。日本のスタンダードな夏休みは、さっき浜地さんと木下さんがおっしゃったように、だいたい7月20日ぐらいから8月31日までです。でも例えば北海道とかはそんなに暑くないですからちょっと短くなったりとかね、しますし、で特に今年はこのコロナのパンデミックでもう休みがぐちゃぐちゃになりましたから、ブランタッカンですから、今年の夏休みは短くなりましたね。はい、
そんな感じです。で、夏休みはいつもあの宿題があるんですが、その前に先生聞きたい。インドネシアの子どもたちは長い休み、長い休みがありますか？日本だと夏休み、それから日本は夏休みと休み、はい、冬休み、冬休みと、それからもう一つ春休み、そうです、はい、はい、夏休みと学校の長い休みは3つです。夏休み、冬休み、春休みです。夏休みが1ヶ月と1週間、1ヶ月と半分、それから冬休みが1週間かな、1週間とか2週間、私も忘れましたね、すごく昔ですので。で、春休みがやっぱり2週間ぐらいですね。秋休みはありません。秋休みはありませんね。で、先生から質問。え、何ですか？あるあるです、秋休みはないですか？ありません。どうしてでしょう？どうして秋休みはないでしょうか、皆さん。質問。今日実は漫画についてですが、ちょっと休みについて話します。一番勉強にいい時間ですか？すごい、すごい、寒い、寒くないか、あまり寒くないし、暑くないです、ね、そうですね、寒くもないし、暑くもないし、勉強にぴったりの季節ですから休みはありません。で、もちろん春も同じですね。春も同じですが、春はちょうど学年が変わりますから、学年が分かります、シメスタニアブルボですね、学年が変わりますから春休みというのがあります。はい、で、バギマナでインドネシア、バギマナでインドネシア、バギマナインドネシア、インドネシア、アダリブルパンジャン、ビスコラ、アダ先生、アダ、アダ、はい、どうぞ、ジェニファーさん答えてください、どうぞ。あります、はい、どうぞ、ジェニファーさん。でもあまり、もう結構忘れたんですけど、はい、でもあります、長い休みはあります、はい、じゃあ、この長い休みを説明できる人、インドネシア人のジェニファーさんも、インドネシア人の、はい、それはルパー、はい、アウディさん、インドネシアの長い休み、あ、大学時は、その、はい、7月から9月までです。7月から9月まで、長いですね。はい、うんうん、あの時は、大学の時は、その学生たちは、休みとかと、うん、ショート、スメスターがあります。フェスタってフェスティバル？スメスターペンデック。なんでスメスターペンデック、うん。フェスタペンデックって何ですか？もしは、大学の時は、うん、悪いの、頑張ってないじゃない、成績が悪かったら、あ、成績が良かったら、追加で勉強します。はい。追加で勉強する。ああ、そうなんですね。アウディさんは、ディマナ。そうですか。はい、わかりました。じゃあちょっと日本に戻しますね。で、はい、日本では夏休み、1ヶ月と10日間ありますから、宿題が山のようにあります。普通はね、普通、宿題がない学校もあるかもしれません。宿題がない学校もあるかもしれませんが、普通はね、スタンダードは夏休み、学校から宿題が山のようにあります。出ますね。で、その中の一つに、読書感想文というのがあります。皆さん、いいですか？先生、ちょっと書きますよ。はい。読書は意味は何ですか、皆さん？本を読みます。はい、そうです。読書感想文。はい。エリランスに挨拶してですね。はい。読書感想文。はい。読書は本を読むこと。本を読むこと。感想文。文はカリマットですね。文はカリマット。感想はクサン。クサン。じゃあ、で、読書感想文はカリマット。クサンクサン、ススダバチャ、ブクです。で、だから夏休みに本を読んで、そしてその本を読んだ感想、思ったことを作文に書きます。作文、ムンボアト、カリカリ、作文って何でしたっけ？あの、作文。あります、カラガンです。カラガンです。はい、そうです。はい。します。これが、
あの夏休みに一冊だけサトブクサじゃまあ頑張んら一冊だけだったら大丈夫でもこれが先生が厳しくて五冊とかね十冊とかだったらちょっと子どもはあ海に行きたいのに遊びたいのにと思ってちょっと頭が痛くなります。でそこで子どもたちは考えます。子どもにとって一番嬉しい本は何ですか？絵本です。絵本ね。絵本は学校じゃない。絵本は幼稚園ですね。絵本。はい、皆さん。ちょっと行きましょうね。あ、ごめんなさいね。はい。ただし、やっぱピピットさん、絵本。はい。本。この絵本というのがあります。絵本は、じゃあ小川さんに聞きましょう。絵本は何ですか、小川さん。難しい。絵本は何ですか？絵で、はい、文ではなくて絵でわかる本、うん、はい、読んではなくて絵でわかる本ですね。はい、絵本、そうですね。あの小川さんが説明してくださいました、ね、日本語でね、皆さんですか。絵本の絵は何ですか？絵という漢字、意味は何ですか？皆さん、頑張る、頑張るですね。頑張る先生、本は頑張る。はい、でこの絵本は小さい子供が読む本です。小さい子供が読む本です。で、あのこの本ですね、絵本があって開くとほとんど絵です。ほとんど絵で、文章がちょっとだけ、昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいます。お母さんとそう、これ絵本ですね。だいたい幼稚園の時ですね。幼稚園の時に言います。幼稚園なんですか、皆さん。幼稚園は何ですか？デカデカデカ、そうです。デカ、はい、デカ、はい、はい、皆さん幼稚園の時に絵本を読みましたか？読みました。はい、読みました。インドネシアインドネシアにも絵本たくさんありますか？絵本は、はい、ありますよ。ありますか？そうですか。あります。有名なあのインドネシアの物語は何ですか？昔の物語は。カンチル先生。カンチル先生。動物の名前です。動物の名前。カンチルは何ですか、日本語で。動物。そうです。動物。はいはいはい。木下さん、絵本持ってるじゃないですか、そこ。有名です。はい。バーという絵本ですね。あ、いろいろ日本にはね、すごくたくさんの絵本があるんですね。はい。で、あの、で、また戻ります。今日なんかたくさんちょっといろいろこう脱線してしまいそうですね、話がね。で、あの、ま、あの、みんな幼稚園の時には、シケみたいな動物、ありがとうございます、ピピンさんね。はい、カンチルね、カンチル。これは何ですか？これは何？カンチン。これはカンチンね。言ってますね。で、幼稚園の時に絵本を読みます。ですね、そして小学生ぐらいになるとみんな漫画を読み始めますですね。で今日はこの漫画の話です。え、皆さん質問です。好きな日本の漫画がありますか？ありますか？日本の好き、はい、ではチャットに書いてください。皆さんの好きな日本の漫画どうぞ。日本人の方も書いてください。どうぞ、はい、チャットに書いてください。どうですか皆さん。あ、進撃の巨人、それから太極先生はポーの一族、ワンピース、それからタッチ、みんなすごいですね。あ、鬼滅の刃、巨人の星、木下さん、しんちゃん、ドラえもん、みんな日本語上手ですね。すごいすごい。小さい時にコブちゃんという漫画です。そしてハンターハンター、機動戦士ガンダム、みんな漢字にピンタール、すごい。ストップです。はいはい、そう。わ、すごい。ちょっと先生今驚いています。みんな漢字上手、日本語上手です。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。はい、このコンピューターですから先生。はい、何ですか？コンピューターですから。いやいや、でもね、コンピューターも
打ち方を間違うと、打ち方を間違うと違って出てきますね。例えば、ナルトって本当はカタカナですか、ひらがなですか、今。海さん書いてます。ひらがな、カタカナ、ナルトって。ナルトはスボトルにはひらがな、カタカナ。カタカナ先生。カタカナ。カタカナ。カタカナです。カタカナですね。はい。はい、だから、ビゲットさっき書いた人、海さんね、あの、カタカナですよ、本当はね。はい。で、漫画です。で、漫画はみんな大好きです。ね。で、じゃあ、この夏休みの宿題に、ね、本を読むのは、本ってまあ大体小説ですね。小説、ノベルです。ね。先生はね、先生って、あの、学校の先生、小学校の先生は、ジェニファーちゃん、ピピンちゃん、夏休みに本をたくさん読んで感想文を書いてくださいね。と先生が言うときは、先生の頭の中はノベルです。ノベルです。でも皆さんは、なんか小説読むのは大変だよね。本を読む、本を読む。あ、漫画も本じゃないって思って本を読んで本の感想文を書きます。これは正しいでしょうか、どうですか。という今日のテーマです。今日のテーマはこれです。ね、漫画を読むのは読書のうちに入りますか。トゥルマスク読書が。漫画はという問題です。さあ、皆さんの自由な意見、どうぞ手を挙げてください。どうぞ、意見のある人、どうぞ。はい、どうぞ、ピピンさん。はい。はい、うん、そうですね、ありがとうございます。はい、まず、読書の書ですね、の漢字。はい、書の漢字の本当の意味は何かをまず考えましょう。はい。読書では、うん、あの筆者が言いたいことをよく理解できるのはその目標の一つと私が思います。なので、漫画の形でも、その目標を達成すれば、読書に入るかなと私が思うですね。なるほど。はい。あの漫画は、架空の話、架空の話だけではなく、例えば、有名人の生涯を伝える漫画。いわゆる学習漫画もありますので、学習漫画、はい。だから、実は私は漫画を読まないんですけれど、意見を求められたら、ある程度漫画を読むのは読書に入るかなと私が思います。わかりました、ピッピンさん、とても素晴らしい日本語でちゃんと説明してくださいましたね。じゃあちょっと優しい日本語で先生が言いますね。優しい日本語で言います。ピッピンさんは漫画を読んで漫画を描いた人の気持ちがもし分かったらそれはもう読書じゃないかな。そしてもう一つ、漫画の中にも教育になる漫画があります。はい、学習になる漫画、それから勉強になる漫画もあります。はい、例えば、有名な人の歴史を書いたものですね。はい、こういったものは漫画でも勉強になりますから、ピピンさんは漫画も読書のうちに入りますと思いますね。はい、さっきジェニファーさん手を挙げましたね。どうぞ。はい、そうです。私もピピンさんと同じで、漫画は読書に入ると思います。うん、なぜなら、でも、その学習の漫画と例えば娯楽のための漫画だけは結構違うと思いますので、うん、例えばドラえもんの内容を書いたり、ドラえもん結構学習のところもあるから、そういうなんかただの笑うための漫画とそのたくさんの情報が入っている漫画がかなり違うので、それはちょっとなんか分別した方がいいかなと思います。はい、じゃあちょっと聞きましょう。漫画は読書じゃないと思う人いますか？漫画は読書じゃないよっていう人いますか？木下さん、どうぞ。木下さん、 あえて、うん、はい、カロー、読書感想文、はい、ペアパタシスワ、マスクドニア、マクスドニア、モンキン、グルー、ムマクピッハラプニア、シスワシスワ、マジュカン、クマンプワン、マンガルティ、ダリン、
プルフフルフサジャ。はい。ティダティダタッパガンバル。うんうんうん。多分木下さんよろしいですか。大丈夫ですか。はいはいはい。はい、多分ね、先生は実はさっきピピンさんがおっしゃったその漫画の中にもとても内容のある漫画、ブトルブトラディダラム漫画アダヤンアルティとかね、あとスジャラとか、そういったものは本当に素晴らしいと思うんですが、確かに読書っていうのは文章を読む力なんですね、やっぱり。で、漫画というのは漫画がビサバントメンゲルティア、もちろん漫画の中に吹き出しがあってセリフはありますね、ダイアログがあります。でもそこはどこ、その人は何をしているっていうのは全部漫画でわかります。でも小説の場合はそこはどこで、時間はいつで、今その人はどうしていてどう思っているっていうのは全部文字で読みます。だからこの読む力というのを強くする、それがやっぱり学校の先生たちの読書をしてくださいよっていう気持ちなんだと思います。だから読書っていうのは漫画っていうのは漫画を見るのか漫画を読むのか、ね、よく言いますね、漫画を見る漫画を読む。でも漫画を見るって多分テレビとかですね。で、漫画を読むって多分本なんですが、やっぱり漫画を読む中には読んでるのはセリフだけ、ダイアログさじゃや、ほとんどね。だからその辺のちょっとギャップが少しあるかもしれないです。じゃあちょっと質問変えますね。皆さんの中で漫画が好きな人、漫画を好きな人、あとはスリンジュガーバチャ漫画、よく漫画読みます。あ、アウディさんだけ、小川さんもね、はい、それからリノさんも OKOK、はい、あ、少ないですね、少ないですね、意外に。で、実は結構日本人は大人でも漫画を読みます。で、これは世界でも有名ですね、日本人は大人でも漫画を読みますっていうのは。で、まあ、一つのこれは国民性ではあると思うんですが、実を言うと先生はジャカルタに漫画を持ってきています。で、いいですか。先生は日本語の先生ですが、でも漫画は小学校の時から読んでいました。とても好きです。で、さっきピピンさんが言ったように先生は漫画で勉強したことがたくさんあります。で、漫画家になりたいと思ったこともあります。漫画家になりたいと思ったこともあります、はい。で、日本の漫画こんなに本の形が違います。いろいろたくさんあります、たくさんあります。で、もちろんこれは、まあ、ラブストーリーもあります。それから動物の漫画、動物の漫画もあります。それからこれはさっき先生が書きました、先生が一番好きな漫画、ポーの一族という漫画なんですが、それからこれは日本語教育のための漫画、日本語教育のための漫画、漫画にはセデル花、とてもシンプルですがすごく面白いです。で、もちろん子どもたち、今の子どもたちは漫画とかアニメで育っていますから、時々ずっと本を読むのはちょっと苦手。だからさっきのように日本語教育を漫画でする、漫画で教えるというような新しい漫画の使い方はたくさんあると思う。だから漫画の可能性、漫画の世界のこれからできる可能性というのはとても増えてくると思います、ね、はい。ではさっき先生は漫画は読書ですかと聞きましたが、もう一度聞きますね、皆さん。漫画は読書に入りますか、入りますか、もう一度手を挙げてください。漫画は読書にはトゥルマスクバチャブクアタウトゥルマスクビサジャディウントクプンディディカンとか、漫画ビサブルグナウントクプンディディカン、お、皆さん結構手を挙げてらっしゃいますね、ほとんどですね、はい、ありがとうございます。漫画は読書かどうかは、まあ、いろいろ意見がありますが、教育のために役に立つかもしれないと思いますね、はい。ではこれから次聞きますよ。さっき漫画は読書ですか、次の質問、漫画は芸術ですか、芸術アルティニアパー、芸術アルティニアパー、
クスニアン。はい。レイジュツ。はい、これ漢字ですよ。はい。クスニアン、アート。はい。漫画はアートですか、はい、はい。では、漫画は芸術だと思う人、手を挙げてください。あ、みんなそうですね。なんか意見がありますか？もう、私はこうこうこう思いますから、漫画は芸術です。意見がある人。どうですか？意見がある人。なんかこれまで見た漫画で、もうこれは芸術だと思ったのがあるとか。どうですか？意見はないですか？じゃあ先生は、先生が漫画は芸術だと思った絵を見せます。これは先生の一番好きな漫画家の人の絵です。はい。さっき先生は、ポーの一族という本が一番、漫画が一番好きだと言いましたが、これを描いてる人は萩尾元さんという漫画家なんですが、とても綺麗な絵を描きます。そして物語は必ず人間の心の深いところの物語です。すごいね。ちょっとレバイですが。レバイですが。で、この人の漫画は読むときに、絵も芸術だと思うし、物語も本当に芸術だと思うんです。ノベルと同じだと思います。では、次の問題。今、先生の ここには本がいっぱいありますから、バラバラ落ちてますね。漫画は文化か。漫画は文化ですか？漫画は文化ですか？はい。漫画は文化ですと思う人、手を挙げてください。ですよね。なぜなら日本のポップカルチャーって漫画がのもるさとですね。のもるさとですね。はい、はい、じゃあもうこれは漫画は皆さん芸術だと思うし文化だと思います。そして教育でもあります。教育ですね。はい先生、シティさんでよろしいですか？シティさんでよろしいですか？はい、シティさん、はい、シティさんは漫画は教育に生かすことができるビサブルグナですね。では、これからじゃあ漫画を教育の現場、教育の場所でね、教育の場所でどんな風に、どんなことで使っていけると思いますか？なんかアイデアがありますか、はい、皆さん。あだいね、はい、ありません。シティさんどうぞ。はい、うん、はい、ありがとうございます。エヌレシャグでも大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。漫画itu bisa mencakup dengan pendidikan. Karena apa? Karena siswa bisa tahu tentang karakter orang Jepang, tentang budaya Jepang, banyak hal yang bisa dipelajari dengan membaca manga. Sangat bermanfaat. Ah, なるほど. Bisa mendidik karakter anak-anak, mendidik karakter siswa SMA suka bahasa Jepang, suka belajar tentang budaya Jepang, tentang karakter orang Jepang yang disiplin, yang saling hormati seperti itu. Mereka bisa belajar dari manga. Daripada seminar ですね。ね、kadang-kadang kadang-kadang seminar cukup pusing, tapi kalau lihat baca terus itu orang Jepang seperti apa, itu kebiasaannya apa, belajar gitu. Kebetulan saya mengajar di SMA 2 Bojonegoro, mengajar siswa SMA, mereka suka sekali baca manga. Jadi bisa belajar bahasa Jepang, banyak kosakata dari manga itu. So, desu ne. Terus, kemungkinan Siti Sensei gini, jadi kita melalui manga bisa tahu orang Jepang, tapi bisa tahu karakternya, bahasa, bahasa juga. Tapi mungkin juga bukan hubungan Jepang saja, misalnya pakai teknik manga tapi belajar sejarah Indonesia toka, atau pakai manga belajar bahasa Inggris toka, ini apa saja bisa pakai ya. Jadi itu manga ini sudah jadi bukan Jepang saja, jadi betul. Cuma sementara ini mereka mengenalnya manga. Mereka mengenalnya manga yang paling terkenal daripada yang lain gitu. Sedang terkenal sehingga mindsetnya manga. Jadi mau sudah kata-kata manga sudah sinar sekali ya. Sudah. Nokoste iru. Atama ni nokoste iru kara. Manga to itara minasan so suki desu. Minasan suki manga yomu no ga suki desu.
時々私もわからない言葉も学生たちはわかりました。それはどこからわかりましたか？あ、漫画を読みましたと言いました。そうですか。漫画の言葉は同じじゃないね。フォーマル、パーサフォーマル。時々同じじゃないから。はい、そうですね。シティ先生、私も日本語の教師ですが、時々学生たちが漫画の言葉を話しますね。はい、おめえ何やってんだよ、うるせえぞとかって言うと、もうドキッとします。だから、ちょっと困ることもありますが、多分早く日本語に近づくことができますね。ね、はい。で、最近はその漫画家さんの書く漫画のストーリーがありますね。これが映画になることがあります。フィルムになることがあります、うん、なぜなら漫画を読んでる人たちがとてもたくさんいますから。その漫画がブームになったら、映画の人たちは、映画を作る人たちは OK、 ファイブギトゥ、この漫画を映画にしましょう。そしてこの映画もブーミングになります。とてもヒットします。例えばインドネシアでも漫画が映画になった、日本の漫画が映画になった日本の映画がありますね。有名なのが最近では何ですか、一番有名なのは。君の名はですか。君の名は、これアニメですね。アニメの方ですね。君の名は、確か君の名はですね。はい、これアニメ。そうですね。君の名は武漢アニメや。実写ですかね。アニメ実写。あ、だアニメジュガ。ダン武漢アニメ。アニメ見ました、インドネシアで。アニメ。はい。それから実写という、ちょっとこれはね、ちょっと難しい言葉かもしれない。実写。これ多分、日本語能力試験1級かもしれないですね。漢字は簡単ですが、実写というのはシューティング部ならん。じゃあ、アニメは漫画のグルグラクや。実写というのは、プマインプマインナイトマイン。これ実写です。で、アニメがあります。そうですか。で、最近先生が知ってるのは、やはり漫画が実写の映画になって有名なのは、やっぱりルローニケンシンですかね。ルローニケンシンがインドネシアでもとてもヒットしたと聞きました。はい。では、最後の質問です。先生からの最後の質問です。皆さん、子供がいる人、あ、結構たくさんいますね。はい。で、まだいない人、子供いない人、はい、そうですね。はい。じゃあ、子供さんがいない人は、もういる気持ちで考えてください。子供さんの部屋に漫画がたくさんあって、そして勉強しなさいよって言っても、結構漫画を読んでいたら皆さんは怒りますか、たくさん読みなさいよって言いますか、どっちですか。はい、いいですか。はい、漫画たくさんあります。お小遣いをもらいました。お母さんからお金をもらいました。すぐに漫画を買ってしまいます。その時に怒りますか、注意しますか。OK、ボレボレさじゃ。はい、はい、それでは最後のフォーティングですよ。はい、子供さんがたくさん漫画を買ったら怒ります、注意します。ダン、 OK、 クルスラ、レバスですよ。このドアピリハンです。ドアピリハン、はい、子供がたくさん漫画を持っていたら怒る、ダン、怒る、アタウヤムトゥグル、シアパ、怒る、ダントゥグル。あ、ヒドブギト、あ、サトラン、シオサトラン、はい、OK、 はい、サトラギ、クルスラ、ティダパパカルマンガ、バニャクプニャ、ティダパパ、はい、シアパ。あ、さすが、今の時代、漫画には理解がありますね。サンガバニャク、オラン、イトストジュー漫画ですね。はい、ありがとうございました。はい、今日は皆さんと漫画についてね、漫画の評価ですかね、ムニライ漫画について、お話をしました。それでは、来週のディスカッションテーブルは、漫画とは全然違いますが、皆さん今住んでるのは、一戸建てですか、マンションですか。一戸建てですか、マンション。一戸建てというのはルマスンビリ。プラスマンションはアパートメント。あと、はい。一戸建ての方。ルマ、ルマイン、一戸建ての方。
今度ですね。で、小川さんと私がもしかしてアパートメントですかね、あのマンションですかね。はい。で、来週のディスカッションテーブルのテーマは、あなたが住みたいのはルマートラディシですか、ルマーモデルンですか。ですか、はい、今風の家に住みたいですか、なんか昔っぽい雰囲気のある家がいいですか、このディスカッションをしていきたいと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ミングドポンラギー、ありがとうございました。ありがとうございました。